それでは今日の授業に入りたいと思います。で今日は前回は累次積分とそれから重積分の基本的な性質をほとんど説明をしたんですけれども、その重積分の基本的な性質で一つその残っている説明が残った性質がありますので、まずそこから説明したいと思います。教科書ですと182ページ。定理 5.10 の括弧2を開いてください。定理 5.10 の括弧になんですけれども、ここでは積分領域 D というのがありまして、これが2つの部分領域、部分集合ですね、 D1 と D2 の和集合で表されていて、かつ D1 と D2 はそれぞれジョルダン加速で、この D1 と D2 の共通部分が内点を含まないような集合とします。でこの最後の内点を含まないという条件が直感的にはあまりピンとこない人もいるかもしれませんが、ちょっと内点を含むような例を例えば書いてみますと、例えばこれを D1、 これを D2 というようなこう重なりがあるような、重なりですね、この、境界以外の重なりがあるような集合ですと、こういう場合はこの内点を含むわけですね。ですのでこういうことが起こってはまずいので、 D1 と D2 は例えばこういう形で、境界のみを共有するような、そういう分け方をした集合というふうにします。これで両方合わせて D なわけですね。でそれからあと FXY というのを D 上で定義された関数とします。で、この時、FXY が D で、D というのはこの全体ですね、この全体でリーマン積分可能ならば、F が D で全体でリーマン積分可能ならば、その F はこの分かれた部分集合ですね、この分けられた部分集合 D1、D2 のそれぞれでもおいても積分可能です。でさらにその積分の値がどうなるかというと、
この fxy の d におけるその積分の値というのが、実はその d1 と d2 に分けてこう積分した重積分の値の和と等しくなるというのがこの定理の性質、主張です。ですので、右辺の方は、fxy をその d1 で積分した値。と同じく D2 で積分した値の和に等しくなるということです。で、この性質は一見単純そうに見えますけれども、もちろん単純かと思います。見てすぐ分かると思いますが、結構いろんなところで使うわけですね。で、今日の小テストでその類似積分を皆さんにやってもらいましたけど、そこでもこのようにこの定理のようにこの集合を分けてこう区間を分けて積分した問題の例があったかと思います。一応それはちゃんと D がこの積分領域 D がしかるべき条件を満たしていて、かつf が d で積分可能であればそういうことができるということが保証されていますので、一応確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。一応これが前回の授業の最後にこう説明しようと思っていた箇所です。よろしいでしょうか。はい、それでは今日のメイントピックはこれからやりますその重積分の変数変換の話です。教科書ですと197ページのセクション 5.8 からですので、必要な人は開いてください。で、まずここではそのどういうことをやるのか、どういう話をするのかというのをまず最初にちょっと説明したいと思います。で、そのためにその、積分領域の変数変換の例題をちょっと書きます。まずこの A という集合を考えるんですけれども、 XI 平面上の点で X2 乗プラス Y2 乗が1以下になるようを満たすようなその点 XI の点全体を考えます。これで見てみると多分ほとんどの人はこの集合 A が何を指すか分かりますかね。ピンとこない人いますか。大丈夫ですかね。このぐらい大丈夫ですよね。はい。図で書きますと、この原点を中心として半径1の円周とその内部なわけです。で、ここでその定義されたその積分可能な積分 fxy の積分を考えようというわけですね。
で、まあ、この重積分を実際にその類似積分でやろうと思えた場合には、その前回の授業で話をしましたように、その、まあ、縦線形集合というのを考えるわけです。それはあの x についての縦線形集合だったり、 y についての縦線形集合だったりこうするわけですけれども、例えばこの a をですね、こう y についての縦線形集合と見ましょう。y についての縦線形集合と見るというのはどういうことだったかというと、x についてはある数値の範囲でこう表すわけです。この場合ですと、x が取り得る範囲は、これ多分皆さん図を見てすぐ分かると思いますが、マイナス1から1までの範囲なわけですね。で、このマイナス1から1までのこうそれぞれの x の値に対して、この a の境界領域ですね、領域を示すこの y の区間をこう表すっていうのが y についての縦線形集合の表し方です。で、実際に具体的にそれをどうやって表すかっていいますと、例えば x がここにあったとしましょう。x がここにあったとすると、その y の区間はこの円内のこの下の部分からこの上の部分はですね。で、それ、この、今点で書いたこの2つの点の y の値をこう、実際に計算しますと、下の方は、これはこの、x2 乗プラス y2 乗イコール1っていうこの等式からその計算できるんですけれども、下の方は1マイナス x、マイナスルート1マイナス x2 乗。それから上の方は、ルートの1マイナス x2 乗というふうにこう書くことができまして、でそうすると y の範囲はこの範囲ですね。というふうにこう表すことで、その実際にこの a における重積分を類似積分の形でこう解くことができると。実際にそれ書きますと、書いてみましょう。類似積分は、x に関してはマイナス1から1まで積分すると。で、y に関してはマイナス、ルートの1マイナス x2 乗からプラスのルートマイナス 1マイナス x2 乗まで。ですので、この範囲でまず y で積分して、それをさらにマイナス1から1の範囲まで x で積分するという形でこう積分できるわけです。で、今度はですね、今考えている積分領域っていうのが、その単位円とその内部ですので、皆さんその極座標っていうのはある程度知っているという仮定して話を進めますけれども、今度はその極座標でこの同じ領域でこの fxy を積分しようということを考えます。そうしますと、まずこの時ですね、この積分領域 A をその極座標で表すとどうなるかっていうのをちょっと考えましょう。そうしますと、この極座標の変換はどう表してたかといいますと、x は r コサインシータと、それから y は r サインシータというふうに表しましたが、じゃあ実際にその r とシータっていうのはどのように取っていたかっていうのをもう一度復習しますと、
半径 R の、原点を中心として半径 R の円を書きまして、でと、ここが XY だとしますと、X 軸から反時計回りにこの直線に向かって、線分に向かって測った角度を θ として、でこの半径の長さを R として、こうすることで、この XY にこういう R と θ を対応させることで、こういう対応が取れるということは、ある程度やっていると思います。で、この時にその積分領域ですね、積分領域を、この R と θ で表すとどうなるかっていいますと、これを D というふうに表しますけれども、これは R と θ のその値の組で、で、これちょうど単位円とその内部ですから、まずこの R に関しては0から1までの範囲を取ればいいわけですね。でそれから角度の θ に関しては、これ原点の周りにこう一回転させますので、ちょうど0から 2π の間でこう θ の値がこう動くというふうにすればいいわけです。でこの時にこの領域、積分領域 D でこの fxy を変数変換したものを積分することになりますけれども、その積分がどのように表されるかといいますと、まず外側には R で積分することにします。この場合は R が0から1の間で積分することにしまして、でその中で θ を0から 2π まで積分することにします。でこの F の X と Y というのはそれぞれこのように X は R コサイン θ、Y は R サイン θ と代入して変数変換を行います。で、先ほどの xy の積分の後にはこれ dx dy という記号がつきましたが、今回はそのこの積分を行う単位として変動の微小量として dr と dθ っていうのをつけるんですけれども、実はその前にある量をこうかける必要が生じる場合があります。この箱で書いた部分ですね。で、この変数変換の際に、そのある量をかける必要が生ずることがあるというのがまずポイントですね。これはその一般にこのかける量というのはその変数変換のこう仕方によってこう変わってきます。ある変数変換の種類ではこれはいつも定数である場合もありますし、それからまた別な変数変換の場合ではその R とか θ とかここに積分に出てくる変数の関数だったりすることが
あります。で、まあ、ちょっと答えから言いますと、この形ですね、極座標の変換の場合にはここの四角に入るのは何かっていうと R なんですね。で、じゃあそれがどうして、まあ、これをかけるかと、必要があるのかと、あるいはその、まあ、変数変換の仕方というのはこの今の極座標のほかにもたくさん考えうるわけですけれども、その与えられた変数変換に対してその類似積分、あ、はい、あ、ごめんなさい、そうですね、失礼しました。ここまで DC ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、DC ですね、失礼しました。で、その変数変換に応じて、その、このですね、このかけたりする量を、まあ、どのようにこう決めればよいかといったことを、今日はやります。で、その変数変換を伴う場合のその重積分をまあ計算できるようにするというのが今日の授業の目標です。で、まあ、その変数変換がそもそもなぜ必要かっていう疑問を持つ人もいるかもしれませんけれども、まあ、多分皆さんこれからその、まあ、積分の問題もいろいろ解いていくと思いますが、その際にその変数変換を行った方がその積分の計算がより単純に行える場合というのがちょくちょく出てきます。例えばこの例ですと、その例えば xy の変数でこう類似積分をしたときに、その y の積分範囲がこう平方根などが入ったりして、ちょっと複雑です。実際にこれを代入して計算するのはかなり手間がかかったりすることがあります。ところがこれをその極座標で積分しますと、積分の範囲がその r についても θ についても、この定数なわけですね。定数ってことは積分領域が長方形で積分できるということになって、その積分の手間がこう省かれたりする、そういう利点もありますので、まあいろいろな問題に対応するためにはこの変数変換を伴う重積分も非常に重要な道具の一つとして使われています。ということで、本来はここですと、その1変数の積分でのその変数変換の復習というセクションがあるんですけれども、ちょっとそれをやってるとかなり分量が多くて収まりきらなそうなので、じゃあとりあえず直接その2変数の話から入っていきたいと思います。もちろん1変数の変数変換の場合のその積分における変数変換っていうのも、まあ、本来は春学期の微積分で扱われた内容で、一応その復習という位置づけですので、だからまあ皆さん一度は通ったことがある道だと思います。で、それはまた必要に応じてちょっと説明したいと思いますが、とりあえず今日はその2変数の場合から話をいきなりですが入りたいと思います。1変数の場合の話は一応省略するとだけ板書しておきましょう。一応この内容は講義ノートの方には書いておきましたので、必要な人は後でアップロードされたら見てください。で、2変数の場合の話です。
まず変数変換をですね、次のように与えます。これを大文字のファイと書きますけれども、まず x をファイの uv と、それから y をプサイの uv と書きます。で、これはちょうど先ほどの例題では極座標ですね、u と v が先ほどの極座標の場合では r と θ で表されたものだと、そういうものを一般化したものだと思ってください。で、積分領域に関しては、もともと与えられたその積分はその xy 平面上で、a という a という領域が与えられたものとしましょう。で、それに対してこの変数変換後の積分領域というのは変数が u と v ですので uv 平面というのを考えます。で、そこで d というその変数領域に移るとします。もしくはその言い換えますと逆でもいいんですけれども、この uv 平面の d という領域がこの xy 平面では a という領域に移るという言い方でもいいです。で、大事なことは、この a と d の領域の全ての点が1対1に対応するということです。ですので、行ったり戻ったりしてきても、例えば d のある点からこの変数変換で a のある点に移って、で、今度は逆変換で戻ってきても、元の点に必ず戻ってくると。そういう対応が保証されているということを仮定しておきます。これ大事ですので注意してください。1対1に対応するというのが大事です。で、そこのこういったその領域で重積分を考えましょうという話なんですけれども、その積分 xy 平面上の a という領域でその fxy を積分しましょうと。で、それに対してこの同じことを今度はその変数変換を行ったその uv 平面上の積分領域 d で考えましょうというわけです。で、当然その今度変数はこの x にはφの uv という変数が入って、で、関数ですね。それから、y にはこのプサイの uv という関数が入りますので、この f っていうのが uv の、u と v の関数として表されることになります。で、du、dv なんですけれども、ここに何かこうかけるということになります。ここまでいいでしょうか。で、先ほどのそのこの3枚目の黒板で出しました例を一応当てはめてみますと。この例ですね。この例ですと、
ちょっともう一回書きますけれども、A は、まあ、XY 平面上で、まあ、X 二乗プラス Y 二乗が、まあ、1以下を満たす、XY 点全体ですね。で、まあ、それに対して、まあ、もう一回書きますけれども、D がどうなるかというと、あ、そうか、こっちに書きましょうか。D は、まあ、Rθ。まあ、Rθ 平面って言い方はあまりしないですけれども、その Rθ を変数とする、その平面上で、まあ、R が0から1の範囲、それから、θ が0から 2π の範囲を取ります。で、まあ、一応、そうですね、形式的に、今、この出しました記号に従って、その、一応この例題埋めていきますと、この φ として、x イコール、r コサインシータですね。それから y イコール r サインシータ。まあ、という、まあ、変数変換が与えられているというわけです。で、さらに、この、まあ、集合ですね、この積分領域の a と d をもう一回書いてみますと、これはあの積分領域、A を書いた図なんですけれども、まあ、こちらが A になると。XY 平面上で原点を中心に持ち、半径が1の円周と備え部ですね。で、それに対して D の方は、まあ、R を横軸、θ を縦軸にとりますと、これ皆さん書けますかね。まあ、多分皆さん大丈夫だと思いますが、まあ、R が0から1、それから θ が0から 2π の範囲の長方形として表されます。で、もう一回その重積分のが何をやっているかっていうことに振り返って考えてみますと、その例えば XI 平面上ですと、まあ、この領域ですね、この A 上でこう関数 fxy というのを考えるわけですね。fxy というのは具体的にはその z 方向の量ですから、そうすると皆さんのこう前に突き出た方ですね、z 軸というのはこういうこの黒板にちょうど垂直なこう軸なわけです。で、その fxy の値っていうのは、まあこの黒板のこう上か下かにこうおにゃおにゃっとこう存在するような局面だったりなったりするかもしれません。で、重積分というのはその体積を求めるわけですから、ちょうどそのこの丸い形でこうスパッと切ったような豆腐ですね、またあの豆腐の話はいかがでしますけれども、まあ、こういう豆腐の体積を作ると思うわけです。おじゃあちょっとここであのチャイムが鳴りましたので、じゃあ一旦ちょっとこの辺からまたあの次の時間に再開したいと思います。じゃあここで一旦休憩にします。